反響なさに、はい、NASA の方ですね。もうがっかりしましてですね。ちょっと難しすぎたかもしれない。ね、はい、ほんまやったらあの YouTube の下にね、はい、もうコメントがね、なんかね、もう大炎上する予定やったんですけど、はい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 、コメントゼロで、ゼロでプスプスーンって感じでした。もうポッツーンでさ、特にはまああのね。はい、世間の目も冷たかったですけども、はいはいはい、特にあの、うん、お二人さんとかね、うん、代わりマネージャーに関しては、ね、はい、もうなんかでもバカにしたようなね、はい、もうマネージャーなんかもう、はい、舌打ちしてましたからね。その時時間使ってこれからしかもわざわざ後であの編集し直してそのバージョンだけ、うん、維持だけ出したというのも、うん、それでもコメントゼロ、うん、ゼロ、もうあそこまで反響ないかと、はい、ちょっとね、がっかり、このままでは あまりにその、はい、あの残念なんで、研究家としてはやっぱりね、うん、でね、ちょっと鉄次説ボリューム1の、はいはい、ちょっとあのまあ、ちょっとね、やっぱり説明が足らんかったかなと思いますので、うん、なるほど、もうちょっとあの分かりやす、素人さんにも分かりやすいような、これさえやればまたもう目から鱗が、お、来ましたね、と出ますから、来ましたね、はい、まあ、今日はそれをね、はいはい、やってみようかなと、うん、なるほど、はい、いきなりいきますか、いや別にあの後でもいいですし、はい、僕今日ボリューム4なんですけど、はい、ふと気づいたことがあって、うん、あの僕たちあのメンバー紹介って1回もしてないんですよね。そうなんですね。まあまあそうです、はい、なのでちょっとやっぱ冒頭とかね、一番最後に入れた方がいいかなと思って、うん、はい、私がモークシャス、ギターボーカルのアツギファッツです。あれ、モークシャスドラム担当の須安哲司です。いきなりすごい、やめといてよかったですなんかザーってザーってこう雑音が入ってノイズが来る、やおい始まり、はい、はい、モークシャスのベース担当田辺守でございます、はい、この3人でお送りいたします。よろしくお願いします、はいはい、ということで、はい、はい、そうですね、鉄次説の補足、補足いきますか、いきましょうか、じゃあいきなり、うん、もう多分皆さん聞きたくてしょうがないと、うん、まあ、あのボリューム1はその、はい、ロズウェル事件で、ね、はい、UFO が墜落したっていうのは嘘やと、うん、であのまあ結論的にはね、はい、UFO は墜落しないでしょうっていう結論なんですけど、そこを皆さんまだピンと来ておられると思うので、ちょっとね、いろいろ調べてきたんですよ。なるほど、なるほど、ネットで。それで、はい、ね、これはもうものすごい、おお、YouTube 的な。そうですね。これはね、約もう40年前の話なんですけど、うん、はい、
ね、NASA、NASA の、NASA ね、NASA の、はい、航空宇宙工学の、うん、科学者、科学者、これちょっと実名出すとね、うん、あれですから、あ、危ない、あの BN 氏ですね、 BN 博士が正式に発表したものなんですが、はい、土星って土星ってありますよね。あ、土星、土星のあの周りにこう輪っかがあって、はいはい、これでその中にね、あの UFO の母船が2機あの潜んでるっていうのをこの人は発見したんですね。あ、そうですか、はい、それでこれはあの1980年やからほんまもうほぼ40年前ですね、うん、そうですね、あのボイジャー1号と 2号から送られてきた写真を、それであのコンピューターで分析した結果、その、あの、うん、中に UFO が映っていると、映ってたと、うん、それでこれをね、そのまたコンピューター的にこう、うん、あの大きさを 測られたみたいなんですね。はいはいはい、どれぐらいの大きさやと思います？うん、母船でしょ。母船です。母船という結構でかいと思いますよ。ですね、あの、あれぐらい、あのフェリーぐらい、フェリーぐらい、大型タンカー並みの大きさがある、うん、そんなイメージですよね、はい、うん、そうですよね。あの UFO が例えば、はい、10個20個ぐらい、はい、10機20機入るみたいな、いわゆるアダムスティ型の UFO がわらわら出てきてるんですよね、はい、あ、そうそうそう、いや僕もね、大体そんなもんかな、はい、あの思ってたんですけど、うん、なんと、なんとそれの UFO の直径が、はい、5万キロメートル。5万キロ5万キロ。5万キロって言うたら、ピンとけんでしょ。あの地球より大きい。地球の直径の約4倍、はいはい、っていう大きさ。でかっ。でっかい、うん。それでね、ここでね、あのおおでかいなと、それだけで、まあ、あの普通は終わるんですけど、はいはい、よう考えてみたらね、そんなもん どないして作ったんかってことなんですよね、うん、そうですよね、うん、そんなん作れ言われても困るでしょ、ですね、ゴッツ鉄とかアルミとかガラスとかね、だからもう40年前でこのレベルですから、うん、あ、今やそれはもうすごいと思うんですよ、はい、まあ、そこの公園にね、うん、例えばステルスがこう着陸 しましょう、はい、ステルス戦闘機が、ほんなら、うん、ね、うん、おこれがステルスか、うん、すごいなみたいな感じで、おっちゃんとかおばちゃんとか、はいはいはい、すごいなってなると思うんですけど、うん、ね、そこにね、うん、例えばUFO、 小型の UFO でいいですよ、はい、UFO がこう着陸したとしましょう、はい、もうこんなんですよ、あ、うん、もう声出ない、ね、それはものすごいもんやと思うんですわ、はいはい、もうとてつもない、なんかもう想像もできないぐらいのなんか、うん、訳の分からんもんみたいな、ね、そう、見たこともないもんやから、はい、あの未知との遭遇で最後母船が出てきた時に、はいはいはい、みんなもうほんまもう放心状態、うん、言葉が出ないような、はい、ね、はい、もうほぼあんな状態、あんな状態、うん、になるではないかと、ないかと、それでその地球の4倍、直径の4倍の UFO が例えば飛んできても分からんでしょうね、もうでかすぎて、そうですよね、全く目の中に映らないというか、でかすぎて、はい、ね、多分地球が真っ暗になるんでしょうね、うん、太陽を遮って、そうね、うん、多分その母船の引力にこう地球が引っ張られて、母船にこうと地球ごと取り込まれるんですよ、うん、で全部アブダクションみたいな、うん、地球上の船にみんなキャトル身内でされてね、そうそうそう、だからね、もうほんまね、レベルで言うとね、あ、もうカワウソがボブサップに喧嘩売ってるようなもんで、なるほど、あ、もう全然相手になるんくらいはない、もうとりあえず来たら仲良くなるというのが大事、はい、無条件降伏、うん、あれキャトルミューティレーションってやっぱり何なんですかね、牛の中身をね、全部、うん、ホルモン、うん、ホルモン、うん、ホルモン屋のおっちゃんやみたいな、
そう、ニノがうまいとか、ね、超絶なタレがあるんでしょう、ね、あるでしょうね宇宙のね、うん、ね、そうですよ。ああ、だからそのまあちょっと話ちょっと戻しますけどすみませんそんなでっかいね、もう、うん、まあたまあ、宇宙の中にはそういう広大な土地が、うん、持つ星があるんかもしれませんけど、うんうん、はい、それかもう、 あのもう空中で作るしかないわけですよ、そんなでっかいものを作ろうと思ったら。あ、 そ, う、ね、はい、そうでしょ、もう、 そうです、ね、あの浮かした状態でしか作れないようなでかさなわけですね。だからまあ僕が思うにね、あのその宇宙人さんにはそのなんていうんですか、墜落とか、うん、あ、そういう概念自体がもうないんではないか。ない、なるほど。もうあの、うん、地面にあの衝突するなんていう、うん、もうないと、もともとないんではないかと、うんうん、例えばね、僕たちがアリの巣の穴に落ちることはないじゃないですか、うんうん、多分そう、うん、アリはその心配してると思うんです、うん、人間が落ちたらどうしようと、うん、でも人間からしたらあんなわけないやろと、そういう感覚かもしれないですね。そうですね、多分アリは人間のことを認識してないかもわかりませんしね。あ、まあ、まあそうですね、うん、でかこっちはでかすぎますからね、言葉が通じるわけでもないしね。そうそうそう、はい、あのよくその次元っていうじゃないですか、1次元、はい、2次元、はい、3次元、はい、4次元、はい、5次元、6次元で、あの途中に弁当が、そう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 、でね、はい、あの物理学者の人はね、はい、頭の人いるじゃないですか、は平気で10次元がねとかって言うんですよ、はあ、でも僕たちって、まあ、立体3次元と、はい、せいぜい時間で4次元じゃないですか、はい、そうですね、だから僕らにね6次元7次元10次元とかって言われてもキョトーンってわからないんですよね。でもこういう話があって、あのじゃあなんで僕たちがその10次元とかをね理解できないかというと、はい、仮に平面の世界に住んでる2次元のぺちゃんこの世界があったとする、はい、その人たちからは3次元の世界って想像できないんですよ。あ、それと同じ感覚で僕たちはその高次元を想像できない、はい、うん、で多分宇宙人はそういう高次元に住んでる人たちなんじゃないでしょうかね、うん、はい、そうですね、うん、だから僕今ね、あのその空中でその宇宙母船を作るって話をした時、聞いた時にこれ宇宙でこう溶接するのえらい難しいやろなんかねとか思ったんですよ。いや、それそういうのは当てはまらないでしょうね空気がないところでどうやってバチバチやるのか、溶接するんだとかね、はい、ターミネーターであの液体金属で、ああいうもんではないかと思うんですよ、僕たちの想像を絶する、うん、もうなんかこう見た目はこうバーッと沸騰してるような感じだけど、はいはいはい、触ったら別に、ね、普通の触れる鉄やんみたいな、なんかねそういう、うん、そういうこの僕たちが理解できないようなね、もう40年前でこのレベルですから、そんなもん墜落し、その故障しないでしょ、そんな、はい、そんなもんが、はい、それ自体がないでしょ、ね、で多分その時間の感覚も違うかもしれないです、うん、そうですね、僕たちの40年が、はい、その宇宙人にしたらもっと長くて、はい、その進歩がねもっとすごいとか、ね、あの例えばあの車はこう100年ぐらいかかって今の形に行き着いてるわけじゃないですか、うんうん、はい、それがあの UFO はもっとも、あの時間的にはもしかしたら人間の100年とそう変わらないのかもしれないけど、うんうん、もっとあのものすごい速さで、うん、あ、なるほど、なんか技術が進歩してなんかものすごい形になってるんじゃないだろうかと、うん、ね、そうなんですよ、どうですか皆さん、うん、納得いきましたでしょうか。田辺さんどうですか。そうですね、ちょっと困った感じ、うん、ちょっと困って、でもあれですね、うん、あの僕らからこうなんか想像もつかないものだっていうような気はしますね、確かに、うんうん、はい、いやでもあの宇宙人がいるかいないかというと、はい、それは僕絶対いると思うんですよ、うん、それはそうですよね、だってこんな宇宙ってすごいね、
加速的に今膨張してたりするし、はい、もうね、もう天文、もちろんその天文学的数字の惑星があるわけですね、はい、それこそその惑星どころか、うん、地球があって、うん、銀河、天の川とかですか、はい、でアンドロメダ、はい、そこにも多分何兆個とか、なんかそんな、ね、そんな銀河がまた 何兆個とかあるらしいんですよ。だから生物がいる星ってやっぱ絶対あると思うんですよね、うん、ね、それは僕たち知らないだけで、うんうん、ね、よくなんかたまに聞く話だと、うん、宇宙から来る電波を捉える、うん、アンテナみたいなのがあって、あで、そういうのから、そういうのが確かに電波を捉えていて、うんうんうん、こちらからもなんか送ってるらしい、ね、そうやってるみたいでしょ、はい、ね、それはなんか何でも何万光年も離れたところと交信しつつあるみたいな話を、うん、でもそうすると行ってこいですごい時間ですよね。すごい時間なのかな、そうなんですよ、ね、いやこれはちょっと僕たちが生きてる間にはね、うん、多分もう解明できないかもしれないですね。あれですよ、太陽って最後燃え尽きる、はいはい、最終的には燃え尽きるというわけもね、うん、あれあとね50億年ぐらいって言われてます、はあね、意外と早い、割ともう最近ですよね。そうですね、はい、ね、いやそこでね地球も終わっちゃう、うん、でもそのぐらいの時にね生きてる人ってどんな感じなんですかね。どうなんですかね。ね、もうだって絶望するのが分かってるみたいなね、うん、もうなんかカオスのような、うん、あと何日みたいなカウントダウンが出たりするんですかね、うん、じゃないですかね、うん、でだんだん熱くなってくるんですよ、うん、ね、もう実際に毎年熱くなってきてるなっていうのは感じますもんね。そうですね、うん、それはもうすぐ5月だからという意味じゃなくて平均的にそう、夏の訪れが早いとか、夏の期間が長いとか、うん、その夏の間の最高気温が高いとか、ね、うん、いやでもね、もう今年の冬めっちゃ寒かったですよね。温暖化ってほんまかいな。だから極端になってきてるんですよね、うん、あ寒いか暑いか季節感がなくなってきて、うん、だんだん暑くなってきたなとか、うん、だんだん寒、うん、急にともっと 寒くなったりね、そうですね、あれですよね、今年もですけれど、日本はこう四季の国なんか言われてますけれど、冬からいきなり夏になってないかみたいな、うん、ね、間どこ行っちゃったみたいな感じがありますよね。いやいや、なんかこの、ね、宇宙の話からそういう地球の環境の話とかね、さすがやな。アウト出なかった。今スイッチ切ってた。油断してるとあれなんだ。来るかなと思った。でもちょっとこれで納得していただけたかなとは、うん、どうでしょう。ね、今回の動画が公開されると少しこうコメントが出るかもしれない。はい、しれない、はたまた今回のモークシャスラジオボリューム4は1時間番組になってるかもしれない。丸々カットかもしれない。でもまだボリューム2、ボリューム3とあります。続きますので、はい、ね、お楽しみにということで、はい、はい、ボリューム5、6ね、はい、いきますと。また今回4回目ですね、うん、そうもうボリューム4でピタッと止まってるんですけどね、僕の頭の中は。え、なんでですか。その次が出てこない。あ、出てこない。あ、でも説がね、もう説が出てくると思います。はいはい、必ず、はい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 、はい、いやそれはそうとね、僕たちこの来週ですね、はい、ようやくというか厚木のですねサボイさんというライブハウスで、はい、ライブ&セッションをですねやることになりまして、ね、そうなんですよ。僕ね実は今の家に来るまでに16年ぐらい前ですかね、でその前の10年ちょいぐらい、そうそうね、厚木に住んでたんですよね、はい、でサボイさんの名前はすごいよく知ってたんですよ、はい、でもなんかねちょっとね家から遠い
はい、とか駅からもちょっとね歩くと遠いんですよ、ね、そうです ね、うん、まあ歩けん距離ではないですけど、あれって10分ぐらいかかりますから ね、うん、あとね、でちょっとね、あの実はそのサボイさんの上に楽器屋さんがあったんですよ。そうですね、あのサウンドマーティーさんという中古楽器屋さんもありますけど、実は僕も行ったことはないんですけど、うん、あ、そうですか、うん、で僕は、ね、そこには行ったことあるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。でそこ、うん、あの、なんか楽器を買ったわけじゃないんですけど、うん、ちょっとこう挨拶程度に。あ、なるほど。え、今あるんですか、まだ。今ないですか。今ないです、うんうん、あの2階では、あの、うん、今瀬谷さんが別のところでバンドやってらっしゃるエリックさんというボーカルの方が、うん、あの英会話教室、はい、そうなんですか。そうなんです。ハラグローズの、はい、そうです。エリックさんが2階で。あ、そうなんですか。ああ、なるほど。あ、それは知らなかったです、うん、で、その僕は楽器屋さんからの時に行って、その下にあのサボイさん、まあ、あったと思うんですけど、うん、はい、でなんかね、いろいろね、あの噂は聞いてたんですよね、うん、でなんかいろんな噂を聞いてたらちょっとね入りづらくてね。わかりますよ、入りづらいです。入りづらくて、うん、で、あの入り口もなんかそのね、はい、こうそう、なんとなく気軽にどう思って入っていける感じではないですよ。ないんですよね。あのよくそのいろんな街中にね、こうスナックとかがあって、はい、あのサボイさんと似たような作りの入り口の店とかあるじゃないですか。はい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 、そこにね、お気軽にって書いてるんですけども、あれ入れないんですよね。でなんかね、そういうのがあって、はい、結局ね、行かずじまいだったんですよ。厚木に住みながら、はい、ね、でなんかこのセッションをねやってるとかね、まあ、いろいろこう聞いてたんですけど、はい、うん、やっとそのね、あの4月の21日、はい、来週土曜日、はい、ね、時間何時でしたっけ。まあ8時スタートぐらい、スタートぐらい、はいはい、うん、だいたいできます。だいたいそこは決まってないんです。あ、なるほど。7時か8時。そもそもお客さんがそこ8時過ぎないとほぼ来ないんで。あ、そうなんですか。なるほど。かなりあのスタートの時間は、うんうんうん、適当でやる。みんな足遅いもんね。あ、そうですね。なるほど、なるほど。まあ、みんなご飯食べてきはるんでしょうね、多分ね。そうなんでしょうね、うんうんうん、はい、そうですか。あ、じゃあ皆さんサボイでやりますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、ね、で、あのまあね、今サボイさんのねセッションが やってるとかね、はい、でそういう話をしてたんですけど、あれ昨日は田辺さんは、僕は昨日はあの別のお店で、うん、大磯にストリングフルーツさんというお店がありまして、はい、それも結構古くからあるお店なんですが、うん、そちらの方でブルーズのセッションしておりまして、はい、須谷さんは金曜日は、金曜日、はい、金曜日何してました。金曜日は TGIF 蒲田のキャットフィッシュのブルーズセッションの、はい、サポートで行ってましたね、はい。でね、あの僕もね、この間その蒲田のね、あのキャットフィッシュさんで、セッションホスト僕第5金曜だけやってるんですよ。だから年に3回ぐらいなんですね、はい、うん、でね、ようやくね慣れてきました、うん、ようやく慣れてきました、うん、でもあのね、まだちょっとね、まあ慣れたと言ってもそのなかなかこうあれセッションホストって難しいですよね。ですね、うん、でまたもう超満員でしたからね、この前。これびっくりしましたよ。ね、あのこの間の金曜日ね、はいはい、あの時あのなんかそのお客さん そのエントリー表みたいなのをね、フェイスブックで須谷さん上げてましたけど、あのギタリストだけでも十何人いたじゃないですか。でね、あの多分ホストの人が何回回ったとかってこう小の字書いてるんですけど、ギタリストの人みんな1回なんですよ ね、うん、ね、だからまあ3時間4時間追って1回しか回ってこないみたいな、ね、うん、まあなるとね、いや、そのあの僕も昔お客さんとして渋谷のね、あのセッションとか行ったことあるんですよ、はい、でもやっぱりね、もうあの座れないぐらい満員の時は回ってこない時もありますからね、ね、そう、そうなんですよ。で割とこう常連さんは割とこうホストさんの目につくんで、
入るんですけど、あのポッと僕なんかポッと行ったりするとそのホストさんの目に入らなかったりするとね、なかなかこれね回ってこないみたいな、ね、だから昨日いやじゃあこの間先週金曜日ね、わ大変だと思いますよ、ね、いやそれで僕がねやってる時もねやっぱりあのね、その前の金曜でしたっけ、うん、その時やったんですけど割と入りましたよね、割と入りましたね、うん、あの今までの中で、まあ、結構一番入ったぐらい入ったと思うんですけど、あのそういう時もね悩むんですよ、あのこの人このやっぱもちろん小の字書いてね、あのみんな来てくださったねお客さんにこう不公平ないようにステージに上がってもらわないといけないし、であの最初にこうこの人ギターこの人ボーカルこの人ベースこの人ドラムこの人って、うん、今度ワンセットになるじゃないですか、そうですね、でこうやってるうちにそのセットもこうバラしてね違うその組み合わせでやらないと面白くないじゃないですか、やってる人も、だからそういうのいつバラそうかなとかね、これねすんごいストレスなんですよね。でね僕ね思ったんですけど、あれってちょっと僕まあ言うたらちょっと神経質なところもあるんで、逆にねあまり細かいこと気にしない方が人の方がね向いてるかもしれないですよね。ああそうか。うん。そうかもしれない、ね。そうね、あの適当にはいはいはいこれこれこれもう何か少なかったらごめん、うん、まだついてね。いやその方が向いてるかもしれないですね。でなんかね昔ちょっと僕の知り合いだった人もあのセッションホストやってたんですよ。でその人がねもう見るからに真面目な真面目そうな人で、あの言うたらそのハンドルに遊びがないみたいなガチガチみたいな人でね、その人ねそのセッションホストで気苦労で胃に穴開いたらしいですよ。厳しい世界ですね。厳しいですよ。ねえ、ね、いやそれでそのね僕のその采配でね、もうお客さんが来なくなっちゃったりしてもね、よろしくないんで、ね、結構これ気使うというか。うんうん、でもはい、これはちょっと傲慢すぎるかも分かりませんけど、はいはい、やっぱりホストっていうのはそれだけの権限を持ってるんですよ、ね、うん、なるほど、うん、そやから、うん、この前のセッションでもね、うん、パッツさんとかタメさん帰った後に、うん、みんな言ってたのが、うん、パッツさんもっと弾いてもよかったのにっていうのがあったんですよ。あ、そうですか。でね、あんだけ人おったらね、全員を納得させることなんかまず、なんか文句言う人は絶対文句言ってくるし、ベースの音でかいとかね、そんなん聞いてたらキリないんですよね。いや、そうです、そうです、うん、でやっぱりホストがもう絶対の権限を持ってて、うん、もうちゃんとこう、平等に仕切ると、ね、ですもうそれに対しても気に入らん人はもう来てもらわないので結構ですっていうのはどうなの、関東では通じるのかな。いやでもね、それぐらいの姿勢でやってもいいかもしれないですよね、その方がね、その方が僕は皆さん納得されるんじゃないかと思う。そうかもしれないですね。なんか気ぃつくことちっちゃなってやるよりはもうここパッとこうやった方がうん、お客さんも気持ちいいちゃうかなと思うんですけどね、うんうん、まあ、この人がこう言ってることやったらまあしゃあないなみたいなね、はい、そんな雰囲気をこう醸し出してもいいかもしれないですね。そうですね、うんうんうん、なるほどなるほど、だからそういう風にしていかないとなというか、うんうんうん、だからその場もこうけあの手際がつかないというか、うんうん、というかね、はい、そんな感じになりますから、そうですね、はい、うん、やっぱりね初めてやった時は僕はずいぶん昔に、まあね、それこそ厚木に住んでた時って海老名のライブハウスで、まあ、ちょっとセッションホストとかやってたことあるんですけど、その時はね割とその友達が結構お客さんで多かったんですよ。だから割とね気使わなかったんですけど、今はやっぱそうじゃなくて純粋にこうお客さんが来るんでね結構気使うんですよね。うん、でねやっぱり最初やった時はねちょっと不備があったりしてね、うん、いろいろちょっとね、うん、あの人ちょっと少ないとかって言われたこともあるんですけど、やっとね前回はね体
完璧やと。こうもう完璧、もうみんな平等ねって、まあ、ちょっとそれは僕だけが思ってるだけかもしれないですよ。あのお店の人とかね、お客さんはどうかは分かんないですけどね。うん、やっとね、なんかそういうのに慣れて きましたね。うん、うん、ね、まあ、それでもやっぱり のあんまりよく思ってない人とかね、あ、そういるかもしれないですね。そうそうそう、そんなん思ってたらきれいになるんで、きれいですね。だからそれはそれで良かったと思いますよ、うん、はい、ホストのファンズさんが、うん、もし完璧やっていうのはもう、はい、それはお店に対してもお客さんに対しても、うん、ね、はい、いいことやと思うので、ね、うん、ね、なんかこう納得してやらないとみたいなね、うんうん、僕行ってた大阪のセッションなんかもう今はそんなことないでしょうけど、あ、もうはっきりしてましたよ。あ、そうそう、うん、もうやっぱりあのね、うまいとか下手とか関係ないんですよ。あ、面白かったらすごいもうみんな大声援になるし、あ、もう上手くても面白なかったら、もう一曲で降ろされますから。ああ、それ厳しいですね。もうはっきりしてますね。まあそこを言ってたから、まあちょっと鍛えられたっていうのがあるけど、ね、うん、面白いですね。まあ今はもうパフォーマンスでその出る数が決まってくる、ね、大阪はどうか分からないけどね。うん、そうですね。なんか割と僕こっち来て初めてセッション行った時は、うん、やっぱり、あ、みんな平等に当たり障りなくきっちりやってるな、ね、どんな演奏でも同じように拍手してっていうのがすごい分かりました。あ、逆にね、うん、なんでなんやろっていうのばっかりですよ。いや、でも さっきね、僕もっと弾いたらいいのにって話あったんですけど、うんうん、僕ね、セッションホストで行ってる時は弾くつもりって実は全くないんですよ、うん、あの冒頭 と、一番最後に、うん、ホストバンドで1曲とか、ね、2、3曲やるっていうのが割と普通じゃないですか、うん、でも僕そういうのね、僕いらんのちゃうかなと思ってて、うん、で、なんでかというと、モーク者数ってライブの数が多いじゃないですか。だから別にね、僕弾かなく、弾きたくもないというかね。うん、弾くやったらもう普段ね、ライブでもすっきりなだけ弾いてますからね、僕。ね、はい。だから別にね、それは全然僕は、うん、まあ、そう、うん、弾きたいとも思わないので。うん。そういうわけですね。もう久しぶりにセッションに来る方は、ライブの方にもぜひ足を運んで。そうですね。はい。そうです、そうです。まあそれでもね、パツさんのギター聴きたいなっていう人もね、うん、はい、それはね、嬉しいですけど、そやからね、もう気になるんですわ、はい、そういうの考えるのも、そうですね、そやからもう思うようにやるのが一番いいと思うんですけどね、はいはい、僕はね、はい、でも一つあるんですけど、僕ね、実はセッションってね、あんま得意じゃないんですよ、うん、パッと行って、パッと、うん、やるタイプでもないですよね。わかります。うん、で、あとそのキャットミッシュさんでやるときはお店に置いてあるギターをこう使わざるを得ないんですけど、うん、あれがね、あれがちょっと僕ね、弾けないんですよ。ね、弦の高さってあるんですよね。あれがね、1センチぐらいなんですよ。1センチぐらいなんですよね。で、僕どっちかというともっとこう低いのが好き でさらに低くて、細かい話、でこのネック指板ってあるじゃないですか、はい、あれの仕切ってあるその金属の棒フレットがね、はい、あれね、僕高くないと僕ね弾けないんですよ。で、キャットさんにあるのは全部ぺっちゃんこで、でさらに弦高ね、はい、弦の高さがめっちゃ高いから、もうね、からっきしだ弾けないんですよ。だからむしろセッションホストの時は出たくない、はい、そうなんです。そういうのもある、ね、そうなんですよ、ね、でせっかくで、ね、その、うん、そうなんですよ、押さえてその弦がその指板にくっつくまでに1秒ぐらいかかります、うん、そんだけ遠い。なんかこうね、僕聞きたいとおっしゃってくださる方がね、いらっしゃるかもしれないですけど、ログスっぽなそのパフォーマンスができないので、ね、うん、
ギターの方はあれですね、そのセッティングを決めてる方がすごいですね。めちゃくちゃ多いと思いますよ、はいはい、そういう理由もあって、うん、ちょっとね、僕、うん、弾かないようにはしてるんです、はいね、うん、ということで、あのセッションホストのですね、あの苦労という話をちょっとね、はい、聞いていただいたんですけど、ではここで、はい、あれ鉄次説、あ、そう、いや、もうね、もう鉄次説はね、はいはい、もうちょっと引っ張りますか、引っ張りますか、はい、わかりました、はい、うん、じゃあね、うん、あのね、あの僕ちょっと、ね、春らしい話をね、はい、したいなと思って今日来たんですよ、はい、うん、ちょっと長くなるんですけどね、はい、うん、あの僕もともとね、あすやさんもそうですけど、関西にこうずっと住んでて、はい、でこっち来たじゃないですか、はい、ね、その頃のね、その、あの情景というか、そういうのね、僕ね、毎年ね、やっぱこの季節4月とかにね、もうすっごい思い出すんですよ、ね、ですやさん、ちなみに何月にこっち、僕もあのゴールデンウィークの時に、そうですか、じゃあちょうどこの春のね、はい、この時期ですね、うん、でなんかそのね、今ね、僕は電車乗るとあのちょうど4月の、ね、頭ぐらいからっていうと、その新入社員さんが ね、 ああ、あのピカピカのこのスーツを着て、こう初々しい感じでこう電車乗ってるじゃないですか、やっぱそういうのを見るとね、こっちに来る時の話をすごい思い出すんです ね、まだそういう新入社員さん見たらすっごいフレッシュでね、この汚れのない多分3年ぐらいしたらもう汚れますけどね、はい、大体、はい、であの僕もともとね学校も向こうだし、であの関西の人って割とこっちって来たがらないじゃないですか、うん、あんまりねこう来たがらないんですよ、であの就職するにしても割とその関西の企業にみんなこう勤めたりするんですね、うん、であのだからこう関東にその本拠点がある、うん、企業さんとかってなかなか求人も出してこないみたいなね、うん、出してきても、まあ、みんな嫌がるんで、うん、あのその来ないんですけど、でもね僕ねそういうのが、ね、全くなかったんですよ、うんうん、なかったですかこっちに来る抵抗みたいな、僕は特になかったですけどね、うんうん、でもそういえばあれですね、うん、僕はだと関東こっちが地元なんで、地元を離れるっていう感覚は離れなければ、離れてどっか行くっていう感覚はなかった、うん、ああ、なるほど、そうですね、で例えばサラメさんが、はい、あの今からこう住むところをね、はい、はここをはず離れて、はい、例えばその関西に行くとかって、はい、なんかそういうの抵抗ないですか、そうですね、うん、なんか知らないとこに行く不安感みたいなものを持ってるんですね、なるほど、なるほど、うん、であの関西人はやっぱりその言葉の問題もあるじゃないですか、あ、そうですね、ね、そうなんですよ、それ結構これね、うん、あるんですよね、あのその標準語がどうしても受け付けられない人っていうのもいますし、で逆にこっちはこっちで関西弁がもうどうしてもダメだっていう人もいるんですよ、でなんかね僕もねこっち来た時ってあのよく言われたのが、ね、の漫才できるんでしょとかなんかやってよできるかみたいな確かにあの関西の方なんか面白いこと言ってくれるんじゃないかっていうそういう期待感みたいなものはありますね、うん、そうですよねであの僕らがその例えばあのアフロアメリカンの黒人さんとか見たら、はいはい、みんなリズム感が良くて、はい、みんな歌うまいとかって思うじゃないですか、だから多分ねその感覚だと思うんですけど、うん、あの関西人ってみんな漫才できると思われてるんですよ、うんね、だからなんかそういうのもねやっぱりちょっとね嫌だなっていうのもあるし、ね、うん、そんな感じですね、あのやっぱりがめついとか、うん、ねよく言われる今日のあれじゃないですけど、なんか物を買ったら何もしたんすぐねすぐ値段聞くんです関西人はね、ね、僕その最初会社に入って働き出してあのみんなそのね最初ボーナスが出た車買うじゃないですか、はい、であの僕の同期のやつがねあのなんかねアルファロメオが買ったんですよ、あでもう嬉しかったみたいで、はい、みんなに同期のみんなに自慢しまくって、ね、で最後に僕のとこ来て、はい、俺ねアルファロメオ買ったんだよ
帰った瞬間に、なんぼしたんって聞いてたね。値段聞いたのお前だけだよって感じ。値段聞くかって普通ね、その どんな色とか、うん、ね、うん、あのどんな、ね、何人乗りとか馬力はとかそんなのあるじゃないですか、ね、あんまり全然気にならなくて、なんぼしたんかが気になる。そういうのもあるんですけどね。でも確かにそういう気持ちが分かりなくて、うん、ね、なのでね、割とだから関西の人ってその関東に来るというのに抵抗がある人が、で僕の周りも結構 いたりね、うん、したんですけど、あのね、僕は須谷さんと一緒で全く なかったんですよね。でむしろあのね、もう嫌で嫌というかね、もうなんかずっとね関西に二十何年か住んでたわけじゃないですか、はい、で割と神戸と大阪の間を、ね、僕たちでこう遊ぶにしてもこう行き来するんですけど、はい、あれって結構狭いんですよ。そうなんですか、うん、ね、割と狭いですよ ね、まあ、ねエリアとしては、うんうん、でだからね飽きるんですよね、うん、ね飽きるんですよ。でもうなんかね、もうこうでもいろんなとこ行ってるしな、もう大阪も北も南も行ってるしってねなるしね。でやっぱこっち来るとね、あの横浜は横浜 だけで広いじゃないですか、はい、ね、うん、で東京は東京でまだ広いじゃないですか、ね、はい、そうですね、新宿行ったら新宿、渋谷行ったら渋谷、ね、そのね、その各場所の文化もあって、はい、ね、それ結構ね、その場所も広いですね、はい、うん、だからあの、まあ、こっち来てびっくりしたのがやっぱりあのエリアが広い、はい、うん、っていうのがちょっとびっくりしたというかね、うん、なのでまあ別にだから僕そのあのね強くこっちに来たいとは思ってなかったんですけど、あのたまたまこの働き口というのがこっちになっちゃったんで、はい、うん、あのこっちに来たんですよね。26年、25年前、6年前、はい、うん、1992年に、うんうん、来たんですけど、うん、でね、あのその時ね僕こっち来てね、あの寮にね、はい、あの住むことに なったんですよ、はい、うん、なのでその僕がこっちに来るその3日ぐらい前かなに、はい、あの家にその引っ越し業者が来て、はい、であの、ね、その荷物を積むわけじゃないですか、はい、でね、その時に入れたのがあのまずそのなんかこうちっちゃい冷蔵庫、独身車用、はい、でそれと、なんかちょっとした、ね、洋服ダンスとかそういう生活必需品みたいなの入れて、はい、であとはね、はい、あのアナログ版が、はい、まあそんなに多くないんですけど段ボール箱2個入れて、はい、であそうですね、ギター10本うん、あの2トンの、はい、2トンですかね、軽みたいなちっちゃいその、はいはいはい、ワンボックス的なその引っ越し業者の、はい、あれ、ね、ギター10本ハードケース入れてその時にね、その引っ越し業者のおっちゃんが、はい、お兄ちゃんミュージシャン志望いやいやいや全然関係ないんですけどで行ったんですね。でね、あので、もうこっち新幹線で来て、その寮ね、4畳半ぐらいのね、はい、狭い寮やって聞かされたんですね、はいはい、でもあれ4畳ないですよ。でね、はい、真四角じゃなくてね、はい、うなぎの寝床みたいなね、あ、すっごい細長いので、はい、でそこにあの もともとクローゼットと、はい、ベッドがもう備え付けなんですよね、はい、あ、はいはい、うん、でだからね、もうね足の踏み場がないというか、うん、でそこにそのギター10本、ね、ギター10本とアナログ版ダンボール箱2箱にね、であとタンスとか、はい、であとステレオ、はい、ね、もうすごかったですよ、うん、でもしょうがないから、はい、あの全部やっぱギター出してね、はい、並べてましたよね、うん、ねえ、ハードケースがかさばりますからね、うん、そうなんですよ、ね、いや今となってどうやってそのハードケースをどこに置いてたのかも思い出せないぐらいで、だからそのギター自分その
その長いそのね、はい、備え付けのベッドの横に10本あのギタースタンドで立てて並べてたんですけど、そうするとそこ通れないですね、うん、だからその、入り口ガチャッと開いたら、はい、ちょっとスペースがあって、はい、でそこに次にベッドがあって、はい、で奥にこうなんか ちっちゃいこのテーブルみたいなの置いてたんで、はい、そこに行くにはベッドの上をこう通っていかなかったそうそうそう、そんな感じでね、3、4年、うん、そこに住んでましたけどね、うん、いやあのでもね、あの僕はこっち来る時にもう意気揚々と、ね、はい、やっとそのね、あの一人でね自由に暮らせるしね、はい、何の制限もないし、お金もね自分で自由に使えるしみたいなね、あのせいせいしたというかね、なんかそんな気分でねこっちに来たんですけど、あので割とね、あのうちあの父親と母親がねいて、で母親は割とこう気丈なというかね、お前負けんなとか言ってこう最後パーンみたいな感じで送り出してくれたんですけど、でちょうどね僕が新幹線で一人こっちに来る時に、はい、あの新幹線の時間が割と早かったんでね、はい、あの僕6時過ぎぐらいに起きてたんですね、はい、で当時ねまだうちの父親がね現役で働いてたんで、はい、朝のね6時半ぐらいに車で仕事場に行くんですよ、はい、でその時にねやっぱりそのあの頑張れよみたいな感じでね、はい、そのちょっと照れくさそうにこう握手したりしてね、はい、でもなんかその時ねちょっとね泣いてたみたいなんですよね、なので僕ね今子供男2人いますけど、別にどっか例えば大きくなってね、はい、大阪行くだとかどっか行くって全然なんともないですけどねうんね、なんかそんなんでね、あの僕個人としてはもうね意気揚々とこっちに、はい、あの来たわけですけどね、うん、でやっぱりねこっち来るじゃないですか、であの一人暮らしも初めてだったんですよ、はい、うん、であのそこね自炊できないんですよね、うん、やっぱり火使うとね危なかったりするんでね、はい、であのトイレも共同、はい、でねお風呂もね、はい、あの大浴場、はい、であのねあの食事は食堂みたいな、うん、そうなんですよ、あの社員食堂でね、はい、あの食べるみたいな、うんうん、でね休みの日はねその、近所の駅前のね、はい、そのまあ普通 の, あのファミレスだのね、はい、レストランの行くんですけどね、はい、うん、だからやっぱりね好きなものばかり食べるからね、あの栄養が偏ってねあれですけどね、でそういう風にしてこの初めての一人暮らしですし、はい、でまあ、掃除も洗濯もね自分一人でやらないといけない、うん、であのねその働くっていうのもね、まあ、ちゃんとあのそういう企業とかで社員として働くっていうのもあるしね、はい、でやっぱりねあの割とねすごいねその時楽しかったんですよ、うん、ですごいあのその楽しい思い出しかね、うん、ないですし、あのなんかストレスってねなかったんですけど、うん、やっぱりねその知らず知らずのうちにストレスをね感じてたみたいなんですよ、うん、でそれね後から気づいたんですよ、うん、でなんでかどうなったかというと、体の一部に異変が起こったんですよ。うん。あのね。だね。え、もしかしてあんままた石が出てたとか。あ、しますします。そうだね。はい。ピー入れますけど。はいはい。めっちゃ痒くなったんですよ。あら。ね。その一緒に風呂に入ったやつが悪かったとかそういう問題ではない。いや、多分それだったら。はい。そういう人がいっぱい。いっぱい出ておかしくないじゃないですか、はい、で、あれと思って、はい、何このかゆさと思って、で、自分部屋でね、はい、パッて見てみたんですよ、はい、そうするとね、真っ赤っかになってて、でね、皮がね、ブルブルむけるみたいな感じになってて、はいはい、でね、それってね、よくあの多分ね、女性の方に多いと思うんですけど、あのカンジダ症っていうのが、はいはい、ね、あの人間もともとそのねカンジダ菌っていうのは持ってて、うん、ね、ありますよね、はい、でそれがその普段はいろんな菌のバランスと免疫でバランスが取れてるから、その症状としては出ないんで
ですけど、自分の免疫が落ちた時とかになってくるんですよね。来るんですよね、はい、で僕もそう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 、でね、後にも先にも僕ね、そういう症状、その時だけしかなったことないんですけど、だからやっぱりその、結構いろんなストレスがね、うん、あったんじゃないかなと思って、でその時はそういうね知識もね、はい、なかったですし、であとその病院に行けばいいっていう知恵もね、なんかね回らなかったんですよ。でその時思ったのが、洗えばなんとかなると、うん、でその会社行って、はい、で帰る我慢して帰ってきたら、はい、速攻で風呂行って、はい、洗ってたんです、はい、でね、とりあえずそこから洗う、洗ってね、である時はもう風呂までもうモダン、うん、でその洗面所も共同だったんですけど、はい、でそこ行って洗面器にこう水入れてきて、はい、で部屋に持って入って部屋で洗ってたりするね。で洗った瞬間はちょっと収まるんですけど、はい、ね、これはダメなんですよね、また痒くなるんですよ、うん、でね結局ね、それが多分ね、どれくらい続いたかな、 2,3 週間続いたと思うんですよね、うん、うん、でね、それプラスね、弱り目にたたり目でね、うん、僕こっち来た瞬間にやっぱりその東京とかに出たいじゃないですか、はいはい、遊びにね、はい、でその時にこう昔はまだね、プレイガイドとか、あと FM ステーションとか、 なんかそういう雑誌がね、 あ、はいはい、あったんですけど、ピアとか、そうそう、あ、ピアね、はい、チケットピアをこう買って見てね、はい、なんかその東京に好きなアーティスト来へんかなと思って見てたら、ブルースマンのね、はい、バディガイが来ると、あ、で渋谷のね、クラブクワトロに来る、あ、はい、これ見に行かなかと思って、はい、4月のね、もう本当8日とか覚えてるんですけど、4月の1桁の日だったと思うんですよ。で同じ寮で音楽好きなやつに、はい、ちょっとこれね、おっ、ごっつええから見に行こうぜって言ってね、で見に行ったんですね、はい、でその時また4月の、まあ、今の時期、ちょうど今の時期ですよ、はい、というとまだちょっと夜寒いじゃないですか、はい、でもね、僕もうそんなのね分からないんで、めっちゃ薄着で行ったんですよ。でそうするとやっぱ寒くて寒くて帰りとかですね、ね、盛り上がって汗だくになって帰ると寒い、そう、ね、ってちょうどね、はい、なんか下北乗り換えかなんかでね、あ、下北の駅でこう待ってたらね、渋谷から井の頭線で下北の駅行って、ね、これがその、よく関西でも聞いてた下北沢という駅なのかと思って、でそれもね、なんかね、あれすっごい狭いちっちゃい駅なんですよね、細いホームでですね、なんかね、昔の駅からこの前、そう、最近行ってるからね、なんかすごい有名な割にはこれしょっぽい駅やなと思いながら、うおー、サブーとか思ってたら案の定風邪ひいて、でね、そっからね、高熱が出たんですよ。あ、ね、でね、高熱が出てね、咳が止まらなくなって、はい、で立っててもフラフラしてたので、はい、多分ね40度とかそのね、扁桃腺がこう腫れたみたいなね、あ、そんな感じになってね、はい、でもね、その会社入ってばっかりで、その研修が続くんですよ、はい、だからいきなりその新入社員で入ってね、はい、いきなり休むっていうのはちょっとね、うん、これまずいんじゃないか、もうね、席ゴホゴホしながら、もうフラフラになりながら、もうね、休まず行った、うん、というね、思い出がね、ありますね。でね、それで結局その熱が引いて、で風邪もほとんど治ったんですけど、その後ね、3ヶ月ぐらいね、咳が止まらなかったんですよ、うん、だから4、5、6ぐらい、うん、でね、そういう後遺症が残ってしまってね、そういう、ね、感じで、僕はこっちに関西からね来てね、はい、まあ、いろいろこうハプニングが、はい、あるね、その、はい、関東生活をスタートさせたんですけど、それがね、この時期ね、やっぱり毎年ね、
もうその昨日のことのようにね思い出すというかね。でその新人さんがこう電車とか乗ってたらね、ああなんかいいなと思って、自分もねああいう感じでこうあの見えてたのかなみたいなね、うん、そういう感じがありますよね。うん、ね、でなんか須谷さんもこっちねこうね何年前8年経ちます。そんなに経ちますか。もう8年そうか、もう9年目に突入です。そうですか、うん、なんかそれこっち来た時のなんかそういう感その感じとかってなんか ありますか。うん、まあエピソードとしてはね、やっぱりあのさっきファツさんも、うん、あの言われたみたいにね、あの最初は喋れなかったですよね、やっぱり。あ、標準語をなんかよう喋らんし、それでね、あのあるどっかのライブハウスでね、うん、あのちょっとこれこっちに避けときますわかなんか言うたんですよ。あの僕、まあ、あの知ってる人誰もいないんですよ。僕一人で行って、はい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 、ちょっとこっち避けときます、はい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 、ほんならね、うん、空気がパッと凍ったまがったんですよ。なんですか、はい、関西弁なんだみたいな。なるほどなるほど。それであのあでもすかさずねこっち の、はいはいはい、あの女の子がね、はい、でもさ関西弁ってなんか、うん、かわいらしいよねかなんか言うてる、はい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 、何フォローされてるのそれがトラウマでね、ちょっとしばらくはね、あの初めて行ったところではあんまり喋れなかったんですけ ど、なるほど。でもね、あのしばらく経ってからもう開き直って、うん、もう俺は俺でええわと、うんうんうん、もう関西弁全開で言ったろうともうそれを売りにしてやろうと思って、うんうん、それであの、まあ、普通フェイスブックでそんな、まあ、関西弁で書いたりしませんよね。あ、まあ、どっちかといえばあの関東に住んでるんやったら、うんうん、そういうのを、まあ、どっちかといえば隠したいというか、はいはいはい、普通はね、うん、だからもうあの全部さらけ出して、ね、もう自分は自分でいいわと、うん、そのまま行こうと、うん、でそれが割となんかみんな受け入れていただいて、うんうんうん、いい方向には向かってるなと思って思うんですけど、はい、それであのこっちに来てあの今でも忘れへんのはね、うん、あの一番最初にセッションであのわらじを脱いだのが、あの今度はあのモクシャスでライブセッションする、はいはい、サボイっていうところなんですそれであの嫁さんについて行ってもらってあの1回目やからねあのちょっとついてきて言うて、はい、ついて行って行ったんですけど、あの今でも忘れられんの、ね、でまあ、あのセッションあの名前言われるまで、うん、あの待ってたんですけど、はいはい、ちょうどあの座ってる向こうがこうドアやったわけですよ、でまあ、あそサブウェイのドアってあの外見えるでしょ、はい、窓見えるでしょ、はい、外見えるでしょ、はい、で、あの、戻ってもらったらね、あのね、水牛の角がね、こういう水牛の角がね、前、こう、ずっと止まってるんですよ一瞬にして、はい、今僕の中でビジョンが出来上がりましたあ、はい、でね、はい、あの、まあ、ジープなんですけど、はい、ジープの前にね、こんな水牛の、こんまもの水牛の角ついてあるんですよほんでね、あれと思ってたら、その中からね、あのサングラスかけてサンガロンハットかぶって、ああな、あの夏あの結構梅雨ぐらいやったかな、僕は6月ぐらいだな、上下革のスーツでジャラジャラこんなジャラジャラのあのヒゲかかった、そういう人がギター持って、ね、降りてきたんですよ。えらいとこ来てしまったと思って絶対目合わさんとこだな絶対絡まれるわと。でまあ、その人はあの某八王子の銀職人の方なんですけど、はいはい、有名な、はいはいはい、それで それでねあの言ったら僕のママに座りはったんですよ、うんうんうん、でも僕はあの要は犬があの要はあの怒られると思ってこうこうするんですよ、こういう状態ですよこういう状態で、ね、絶対目合わさんとほんならねあのその方がね僕に向かってね、うん、ライター貸してくれるって言われたんですあ、そうですか。で、それからなんかすごく仲良くなって、いろんな話して、ほんで
一緒に演奏もしたんですよ。すごいアニメ声、うん、あなんですよね。あ、そうなんですか、はい、見た目とは違う。もうすごい言い方で優しい方でね。あ、そうなんです。僕もその方はよく知ってますけど、あのストーンをルックスできてこんばんはみたいな、明るい声で話されてくださって、じゃあ今度のモークシャさんの時も来られるかも。あ、まあ、あのフェイスブックでだいぶ 見ておられるかも。なるほど、はい、楽しみですね。ちょっと大阪でもあんな経験したことない。ああ、もう、はいはいはい、えらい厚木ってすごいとこやなと思ってね。あれはもう今でもあの衝撃は今でも忘れません。カルチャーショックというか。なるほど、うん、でも本当あの方に会うとやっぱり最初はやっぱりハッとなりますね。なりますよそれは。もう大阪に慣れてる僕でもなりましたからね。あそうですか。なんかそのこっちで生活する分に関してはなんかなかったですか。なんかこうあのカルチャーショックとか。カルチャーショック、ね、そういう、うんうん、まあ、僕がカルチャーショックまではいかないんですけどね、うん、すごくあの頭にクエスチョンマークがポッと出たのがね、あの東海道線。え、東海道、東海道線のグリーン車。はいはいはい、あ、うん、あのね、あの最初グリーン車あの乗せてもらった時ね、まあグリーン券を買いますよ、うん、そうですね、そのあの行くあの切符と、はいはい、また別にグリーン車結構高いでしょ、はいはい、そうですね、買うわけですよね、はいはいはい、でそれがね、うん、あの自由席やっていうのが信じられなかったんですよ。ああ、はい、あのね、なるほどなるほど、あの関西やったらね絶対に別に特急券みたいなの買うと、はい、もうあの座れますよっていう保証付きで買うわけですよ、はいはいはい、絶対座れると。うんうんうん、ああそうですね、自由席でしょ、これ、はいはいはい、うん、空いてるとこね、うん、はい、こうピッて、まあ、やるかなんかで、うん、でもしあの満員やったらどうなるの。あ、そうそうなんですね。いや、立ってなあかんよって言われて、うんうんうん、いやそれはちょっと考えられへん。ああ確かに大阪でそんなことあったら暴動起きるわみたいな。ああ喧嘩なりますね、うん、あれはすごい僕違和感ありましたね、うんうん、あ確かにそう、まあ、今でもありますけど、うんうんうん、まあ確かにこうシステムとしてはちょっと中途半端というかね、うんうん、そうだ ね、まあ、なかなか、うん、そうですね、満員になってこうね、うん、っていうのはないんでしょうけど、うんうん、ね、ああなるほどなるほど、まあ、それ以外は僕別にそのこっちで違和感感じたっていうのはないかな、うん、あ、まあ、あの毎回楽しい。あ、これから僕結構ねあの行ったことないところに一人で行くの好きなんですよ。あ、僕も好きです。そのドキドキ感がすごい好きで、まだ行けてないところね、たくさんあるんで、まあ、これから、うん、あの行きたいし、うん、であの僕こっちに来てからね、あの悪い縁っていうのが一つもないんですよ。あ、もういい縁ばっかりなんですね。あ、それはいいですね、うん、だからその時期的にも、うん、タイミング的にも良かったのかなと、うん、思うんですけどね、うん、やっぱり特にカルチャーショック。あ、ないですか。ないですね、うん、僕ねこっち来た時に そのね、さっき寮に住んでたっていう話をして、そうするとね、あの休みの日なんていうのは 駅前のいろんなとこ食べに行くんですけど、あの結構ラーメンが辛かったです。あ、うんうんうん、辛かったですね、うんうん、そんな ないですか味。割あのこっち の、 あのうどんとかのそば、うん、とかのスープってあの真っ黒系っていう、そうですね、色濃いですもんね。前から一回あのバンドのコンテストで東京行ったことあるんですけどね、その時ほんま真っ黒系やったけど、最近は割とそうでもないですよね。あ、うん、そうですね、うん、割と、うん、そうですね、ちょっと関西行ってうどん食べた時に、うん、なんか言うほど変わらないよなって言いながら、うん、でもなんか僕はあの僕が行ったところが偶然そうだったのかもしれないですけど、うん、関西のうどん屋さんはなぜかおでんを一緒にあの煮てて売っているという、うん、あ、そうですか、はい、イメージがありまして、多分たまたまかもしれないでもね、ラーメンはね、あの辛いとかあります、確かに。あ、僕も経験あります。はいはいはい、はい、ね、あ、それ僕がちょっとびっくりしたのは、うん、あの割とねあの両車線一車線なんですけど、はいはいはい、道幅が広くて、はい、あの結構車が飛ばすような道があるじゃないですか、はいはい、でそこにあの信号がなくて、はい、横断歩道があるところにこう渡ろうと思って立ってたんですよ、はいはい、で
あの関西だと多分ほぼ 100% 止まってくれない、うん、そうそう、うん、それが止まってくれたんですよ、うん、びっくりしましたね、うん、僕それあります。あ、ね、あの、うん、あの狭い道からね、うん、広い道に出ようとして、それでいあのこう頭だけ出したんですよね、うんうんうん、全然あの混んでないんですけど、うんうんうん、パッと止まってくれたんですよ、はい、ほんでえっと思って、うん、いやすいませんみたいな話してみたんですけど、そうあれ僕ねびっくりしました。えっ、わ止まってくれるんやみたいな、うん、ね、そうなんですよ。でね、僕が思うにね、うん、あの関西はそのあの人が例えば立ってますよね、うん、横断歩道に、うんうんうん、あの早行ったらんとこの人が渡られるっていう感覚やと思うんですよ。ありますあります。そうですね、こちらというのは、うん、あれですか、福宮がいろんな、まあ、もう割り振ってあげようっていう感覚ですからね、うんうんうん、ね、そうですよね、うん、なんかそういう、あの別に意地悪してるわけでもなくて、これが、あの僕が早く行っていけないとこの車が入れないとか、あそういう違いちゃうかなと思って、一説によると、うん、あの運転マナーが一番悪いのは名古屋だという説があるんですけど、ね、要はその大阪とかよりも悪いところが、ね、はい、あるっていう話もね、はい、聞きますもんね、まあ、運転荒いですよ、確かに荒いですね、うん、であのね、まあ、しばらくこっちにね、あの住んでて、はい、車もの乗ります、はい、で帰るじゃないですか、はい、でその時には自分で運転したり、はい、誰かの車に乗せてもらったら、はい、パッと分かるんですけど、向こうね、あの車間距離が短い、はい、というのは割り込まれるのが嫌だからあの詰めるんですよ、はいはいはい、うん、であとね、車線変更がそれでも多い、はい、あのこうイラチやから、はいはいはい、こんなんですよね。そうなんですよ。だから車の運転はね、結構カルチャーショックがありましたね。うん、ね、それぐらいかなっていうのは、うんね、まあ、今でもたまにあのその今あのこう一台ずつっていうのありませんか、うん、こっちは一台ずつ綺麗に入っていくみたいな、はい、ありますね。たまにね、ちょっと急いでる時とかね、入れたるかいみたいな感じで言ってもらったやっぱあれは一応そう、それもね、すごい不思議というかカルチャーショックで、あのこうなんか2つが1個に合流する時って、うん、例えばそのスーパーの、うん、駐車場から出る時とかもあるじゃないですか、はい、そういう時も割とこっちの人って ね、1個ずつちゃんとね、うん、やるじゃないですか、うん、ね、向こうないですよないじゃないですか、ね、であの僕昔一回あの姫路に住んでる人の車に乗せてもらって、うん、あのその人の家に遊びに行ったとかね、うん、でそう高速に乗ることがあった時に、うん、割とこうその一個のその、あのゲートに車がこう、うん、何列かでこう、うん、こう集まるじゃないですか、もうあそこはもう結構ね団子ですよ、関西とかね、団子になりますね、あれ関東圏でも結構ね、あのなるところなんで、例えば東名 の、 あの東京料金所を出て、うん、あの最後の、ああ次の車線に3車線に合流するときに渋滞してたりするケースがある、そうすると行かれない、あの、うん、出口とかがある、あ、ここも料、うん、あの料金所を通ってもすんなり車線に入れないという、そういうところはなかなかあれですね、うん、あなるほどね、カオスな状況になってる、はい、ね、どういったらいいんだろうみたいなのがあります、ね、うん、はい、だからね、大阪、まあね、そのカルチャーショックという意味ではそういうのが、うん、ありましたね。 あとは何だろうな、うん、やっぱりその新喜劇がやってなかった、あ、テレビ。あ、それは関西の方みんないますね。あ、そうですか。はい、あれが、うん、仕事で、あの、うん、お付き合いがあった関西の方に、なんて聞いたんですけど、こちら日曜日の昼に新喜劇やんないんかいみたいな。うん、そう、はい、土曜とかね、はい、土日ね。こっちでは、マキシンジさんが大正テレビ寄せっていうのやってましたね。はい、僕は子供の頃でしたけど。はい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 。やる場所できるようになると。新喜劇ないんですよ。ね、で今はねケーブルテレビとかでちょうど見れたりするんですけど、
ね、なかったですね、うん、だからテレビにお笑い番組がないっていうのはね、うん、でそのお笑いの質自体も全く違うなと思いましたね。笑点はね、割とすごい現実なんです、うん、僕にしたら、うん、あで新喜劇っていうのはものすごくシュールなんですけど、ね、うん、その違いがすごいはっきり分かれてし、お客さんも全然違うですね、やっぱり。あ、そうですね、もう笑点を見に行くお客さんはもう笑いに行ってますから、ね、笑う気まんまに行ってます、笑うポイントみたいなものがありますから ね、それを準備して、あ、来た、ははは、だからどっちが正しいとか、うんうん、どっちが上やとかじゃなくて、まあ、その質の違いが感じますね。例えばそれはあのドリフのコントなんかでもやっぱりそうで、あの島田健の後ろに何か言う子供が島田後ろっていう、そういうのを聞きながらも笑うわけですよ、感覚見ながら、はい、で、当然そこ当然何か言うと、お父さんのところにこうたらいが落ちてくると、そういうのを分かっていて、うん、あ、来たみたいな感じで笑う、そんな感じです、まあ、でもあの新喜劇とかもそれお約束はあるっちゃあるんですよね、うんうん、あるんですけどね、うん、あとそうで、でもあの笑点って実はあれね、めっちゃ全部台本なんですって、うん、あ、そうです、全部台本、うん、ね、だからね、割とそうですね、うん、そう、うん、まあその笑いの質とかね、うんうん、ね、それを思いましたね。であとね、あのすぐ僕感じたのね、うん、音符の歌い方、ああ、はいはいはい、あのね、僕、まあ、あの、まあ、ジャズも やってました、あのビッグバンドをやってるんですけど、はいはいはい、あのね、特にバラードで、あの音符 あのサックスのソロの、はいはい、例えばバラードとかあるでしょ、はいはいはい、割とね、あの関東の人って割とさらっと吹くんですよ、音符に対して、はい、なるほど、うん、はい、書いてあるそ、はいはいはい、あの割と関西の方はね、うん、ぐーっと浮かぶタウンです、あ、なるほど、ね、みたいな感じで、関東の人は割とサラ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 、やっぱそうなんですかね、うんうん、なんかそれものすごく感じましたね。あ、そうですか、うん、あ、それギターとかだったらどうだろうな、うん、ギターもそうなのかな、うん、ちょっと僕はあんまりあの関西の方でいろんなライブハウスにも回ったり出たりはしてなかったので、そこはちょっとよくわからないんですけど、もうやっぱあるかもしれないですよね、うんうん、歌い方ね、音の表情ですね、なんかそれはすごい、うん、ありますよ実際に、うん、これも別にどっちが悪い、うん、いい、いい悪いじゃないですか、歌い方ですか、うん、その人の、うん、なんかその違いは感じましたね。じゃあ今度あの例えばセッションとか、うん、あのバンドの対バンさんで、うん、あの演奏をね、こう聞いてその人の出身地を当てる。タモリクラブみたいな。まあまずは東か西か。北海道の方とかどうなんですかね。どうなんですかね。きっと牛肉臭い感じ。実際北海道出身の方とやったことがないので分かんないんですけど。ああ。誰かいるかな。ね、北海道ね。ただ昔あの。青森出身のギタリストとその彼女というのに会ったことがあって、あ、そうですか、はい、そしたらもうこの2人になると何言ってるか分からない、うん、あ、はい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 、そういうのは、みたいな、はい、あの別にギターは普通に弾いてましたけど、そうそう、はい、なんかジョン・ガラ・ジャミセン的なそういうのがなかった、うん、うちのお嫁さんのお父さんとお母さんが北海道出身なんですけど、 あのねどっちかといえば関西近いかな、あ、感じです、あ、そうですか、北海道は、うん、へ、割と関東よりは関西に近い感じ、うんうん、あ、そうですか、はい、あ、僕ね、厚木ファッツブルースバンドでずっとやってたドラムの方は北海道の方ですよ、うん、今あの北海道変えられてますけどね、うん、でも普通でしたね、うん、なんかこのなんて言うんですかね、酒っぽいとこもなかったし、うん、カニっぽいとこもなかった、うん、マリモっぽいこともなかったです、クマっぽいドラムを叩くとかなかったですどんなやねんないですね、クマっぽいね、うん、どんな、うん、なかったですけどね、でも同じ日本でもやっぱりそういう違いって面白いですよ ね関西でもね、京都と神戸と大阪で全然違います、違います、ほんで奈良がまた独特やっぱね、あと播州の方が違います、姫路とかね、うん、
全然違います。全然違います、はい、岡山まで行くともう関西ではなくて全然違います。 あそこはね、中国地方、あ、うん、もう広島とかあっちの方になる、あの鉛も全然違いますもんね、うんうんうん、そうなんですよ、うんうん、あの辺どの辺が境目なのかなって僕もずっと思ってたんですけど、中国はやっぱ岡山から違いますね、うん、で割とね四国は関西に近いですよね、あ、そうなんですか、うん、四国は関西に近いです、うん、割と関西弁に近いというか、はい、うん、で、あの僕関東に来てね、あの最初まあまあ僕仕事柄いろんなとこにライブハウスに行くんですけど、どこ行っても同じように感じてたんですけどね、うんうん、最近分かってきましたよ、何ですか、あの、まあ、茅ヶ崎、平塚、うんうん、ね、小田原、はいはいはい、辻堂、うん、横浜、うんうん、ね、東京っていうふうに、うん、なんか違い分かってきました、ね、ああそうですか、へえ、なんかえらいもんやなと思ってね、うん、やっぱり実際に住んだり行ったりしたうん、分かってくるんやな、そうですね、何でもね、うんうん、最初はどこ行っても一緒でしたから、うん、はいはい、あ、それはありますね、特色というかね、うん、その土地の、はい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 、そうですね、あとでもあれですよ、あの平塚を湘南に入れるか入れないか論争っていうのがあるらしいですね、ありますね、うん、僕は神奈川県人としてはあれなんですよね、あの平塚は普通にまあでも湘南でいいんじゃないかな、実はです ね、 ねあの車のナンバーで湘南ナンバーというのができたのが、あの、そうですね、割と最近のことなんですね、実は、はい、あれってどこ、あの肌のまでですか、湘南の、肌のまも確かに、うん、相模に戻っちゃうんじゃなかったかな、あ、そうですか、うん、うちは藤沢は湘南ナンバーですか、そうで、伊勢原も湘南ナンバーなんですね、実は、あ、そうなんですか、そう、へー、そこはね、あれで、あのよく、で、厚木は相模ナンバーなんですね、そうです、そうです、はい、ね、俗に言うあの相撲ナンバーってですね、はい、で、だから厚木のやつに攻められるんですね、あ、なんで、なんで伊勢原は湘南ナンバー、確かに、確かにでもあの大阪でもそうで、なにわナンバーなんかちょっといかついイメージがありますよね、そうですね、神戸ナンバーはね、うん、割とこう、シュッとしてるんで、ね、僕は昔よくあの会社に勤めてた頃、僕らほら、あの自家用車通勤してたんで、そうするとあの関西地方から当たり屋集団が関東へ出張中みたいなそういう注意書きみたいなあれが階段が回ってきました、ね、はいはい、大概なにわナンバーの線ばかりだからやっぱり何がナンバー見ると構えちゃいます、ね、構えちゃいます、はい、うん、ガラワルいかん何がナンバーか離れようみたいな、うん、一緒ですけどねナンバーでそんなね、だって尼崎もだって神戸ナンバーですもん、あ、ね、一緒ですよいやいや、ね、さあもう1時間20分経ちましたけど、はい、今日はね、あの春らしくあの僕がこっちに出てきた時のね、うん、思い出話なんてを、うん、してみましたけど、うん、だから僕ね、うん、この季節すごい好きでね、そうですね、はい、桜も、ね、もう散りましたけどね、はい、うん、でももう言うてる間に暑くなりますからね、そうですね、まあ、そうですね、はい、すぐですよ、はい、そうなんですよそろそろもうあの20度超えてる日がありますからね、ああ、ありますあります、はい、まあね、ゴールデンウィークなんてあの、ね、下手したら30度の日とか、ね、うん、ありますよね、車の時はエアコンにしてますからね、あ、はいはい、で僕はあの暑い方がいいですわ、あ、もう寒いですか、寒いの寒い寒い言ってるより暑い暑い言ってるから僕はマシです、なるほどね、うん、僕は暑くて汗かいてるのがきついですけどね、ホッとしましたよ、もう眠くなってきてもうまあそうですよね、いやでも、うん、あ、そういえばライブの話もね、はい、しないといけないです、あの来週、はい、4月の21日土曜日、厚木の大厚木サボイさん、はい、はい、7時か8時か、はい、その辺からやります、はい、で、5月はちょっとお休みなんですよ、実は、はい、で6月は何でしたっけ、10日病か、なんか2連ちゃんがありましたけど、あ、そう、ありました、ありました、はい、はい、ちょっと、はい、キャットとあれでしたっけ、あのあそこの、あの、あ、キャットと小人さんが2連ちゃん、土日2連ちゃんもあります、はい、
8日ですか。いや90じゃねえや、9は僕が入れないから16、17とかだったと思うんですよ、うん、その前になんかプリティーウーマン、あ、そう、トークプリティーウーマンがある、うん、そうですそうです、はい、6月10日プリティーウーマンのイベントをやります。16日の土曜日が、はい、キャットフィッシュ、キャットフィッシュ、16日土曜日キャットフィッシュ、6月16キャットフィッシュ、6月17が、コビドさん、はい、で7月の1日が、パイプラインさんで、はい、ヒルギグスペシャル、ヒルギグスペシャル、下脱スペシャルということで、はいはい、あのタイバンさんには素晴らしいバンド、うん、すごいですね、ドゲンカ戦いや、ドナエカ戦、はい、いやどうにかせん、あ、どうかせん、どうかせんさん、長いな、かなり苦しかった、どうかせんさん、素晴らしいトリオのね、はい、バンドさんです、はい、でまだその他決まってないですかね、そうですね、はい、あのもし7月1日、我こそはとおっしゃる、ミュージシャンの方がいらっしゃいましたら、はい、ご連絡いただければ、はい、早いもん勝ちで出れます。はい、であとは、8月25日ちょっと空きますけど、はい、うん、あの新宿ゴールデンエッグさんで、はい、ちくまかわイベントというのに出ます、はい、うん、ここがまたこの新宿ゴールデンエッグさんというところがですね、ものすごいところにありますよね。あ、僕も行ったことないですか。行ったことないです。僕ね、去年かなんか初めて行って、はい、であのね、歌舞伎町に初めて僕入ったんですよ。もうすっごいですよ、ここは日本か。いや、僕結構若い頃は通いましたか。通った頃なんで。そうですか、はい、田辺さんの好きそうなお店がいっぱいあります、はい、一時ちょっとはまりましたね。そんな昔の話もあるわけなんですけども、僕はあのこっち来てね、すぐにね、歌舞伎町の中のね、あのライブハウスに仕事で呼ばれたんです、ね、ああそうですか、はい、それ初めて、まあ、歌舞伎町行ったんですけど、はいはいはい、もう入るやいないよね、うんうんうん、DVD いかがすか、DVD いかがすかって、もう50人ぐらいからかかるんですよ、そのライブハウスたどり着くまで。あ、はい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 、ね、本当にね、僕あのね、大阪とか神戸でもちょっとそういう雰囲気のところは場所はありますけど、やっぱりすごいですよね、あそこは。そうですね、うん、初めて行きましたけど、なんというかこの呼び込みの人数みたいなものがね、やっぱりすごいものになって、ね、なんかちょっと怖い雰囲気しますね、はい、で完全に騙しに来てるやつがいますから。あ実際こうコンビニローソンがあって、ね、あ、はいはい、そこの中ホストだらけ。はい、はい、全員ホストでしたね。はい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 、ね、そういうあのすごいところがあって、であのゴールデンエッグさんって地下に降りるのかな、はい、その地下の、隣はなんか、なんだっけ、ラーメン屋さんかなんかなんですけど、うん、同じ建物もね、うん、でその両脇の建物が、うん、これはなかなかその、あのすごいお店が、うん、で挟まれた感じのね、うん、はい、間違ってそっち入っちゃったらどうしようっていう、うん、その時はあのちゃんと時間通りに来ていただければそのあのライブの前後は自由行動ということで、はい、はい、ということで、あのその他にも多分ポロポロとライブが入るかもしれないです、うん、はい、入ると思います、ね、ですね、はい、だから月に 2回3回のペースでね、はい、でそうだ、6月の、3日ですかね、はなんと半年以上ぶりにリハをやります、バンド。あ、そうだ、はい、ちょっと6月からはちょっとリハの回数も増えますので、うん、はい、すごい、うん、で確かね、僕カレンダー見たんですけど、6月は第5金曜日があったと思うんですよ。ああ、そうですか、はい、あ、第5金曜、はい、またあ、そうだ、キャットフィッシュ、ああ、そうですね、はい、ホストをね、やらないといけないです、はい、まあ、新曲もお楽しみ、うん、はい、お楽しみということで、ね、はい、今いろいろ仕込んでます、はい、ということで、ね、はい、今回モークシャスラジオボリューム4は私厚木ファッツと須安哲司と田辺守がお送りしました。タイミングバッチリでしたね、はい、ということで皆さんありがとうございました。ごきげんよう、さようなら、どうも。